3月24日に発売されたバイオリー4、私が小学校の時にハマったバイオハザード4のリメイク版でございまして、十数年の時を経てようやく発売、あまりにも楽しすぎてすでに10週目に入っております。最近全く動画投稿できてないなと思ったんですけど、そんなことよりもバイオ4だってことで頑張っておりました。やりすぎていい加減動画投稿しろというゲームからの警告なのか、突然家の中に入った瞬間固まってバグりました。敵に好き放題に殴られまくってるので動画作ることにしました。はいどうも皆さんこんにちは、ソーダです。というわけで今回はですね、久しぶりに、神経師の発掘やっていきたいと思います。案の定ね、採用したい人があまりにも多すぎるんですけども、動画の関係上ね、全員を選べないという苦悩に悩まされておりました。それでは神経師さん発掘大会ということで、今回発掘した絵師さん見ていきましょう。はい、まずはこちらの夏希さんという方ですね。この方確かね、プロフィールまだフォロワー数が1人しかいなくて、フォローも2人しかいなくて、もう本当に見つけたって感じですよね。で、色使いが、まあ、白をベースにした明るめの色みたいな感じの組み合わせが多くて、めちゃくちゃ僕好きな世界観だったんですよね。だ逆になんかこれでフォロワー1人しかいないのはなんでなんだろうっていうことでね、これからの伸びが楽しみですね。これモンスターボールのデザインがちょっとすごいんですけど、今のモンスターボールってこうなってるんですかね。なんか強いポケモンしか入れない特別待遇で、モンスターボールの中に豪邸とか立ってそう。さあ次は赤うさぎさんという人なんですけども、この人の絵柄もねちょっと好きでしたね。服のシワ、髪の描き方、躍動、あと手ですね。やっぱりなんか上手くないか、なんで8いいねしか来てないのかがわかんないぐらい。ただまだフォロワー数30人ぐらいしかいなかったんですよね。何より驚いたのはこれタップするとこうやってね背景暗くなるんですよね。これめちゃくちゃかっこよかったですね。続きましてこちら、発掘お願いしますとハズレさんという方なんですけども、僕からしたら当たりですね。この髪のメッシュ VTuber にいた気がしますね。多分 VTuber の人だと思うんですけども、うん、可愛い絵柄をしてますね。参加ありがとうございます。そしてこちらミンさんという方なんですけども、この人の目が好きでした。こちらの目ともう一枚のこの女の子の目がね、多分配色同じかなと思ったんですけど、ただこっちの女の子の方が若干繊細に描いてる感じがしたのかな。目の奥のこの樹木みたいな螺旋の線がね、より細かく表現されてるのかなと。って思って3枚目のね、こっちの女の子の目はね、また違う好きだったんですよね。かっこいいです。絵師ならぬ飯ってね。はい。さあ、そして、はずきさんですね。発掘してください。はい、もう一瞬で見つけました。発掘どころではなかったです。普通に目立ってました。あんまりこう、光のこう、光らせ感がなくていいですね。こう、テカテカに光沢を使わない感がね。あと、左の子は髪の毛と、右の子の白ベースにこのドレスのね、シワが最高ですね。そして、こちらのね、アサリのおにぎりさんが書いてくれた、このチャイナ女子なんですけども、これもしかして、僕が書いたチャイナ系女子、チュカニジルちゃんの、リメイクかなって思ったんですけど、違いますかね。単純に、中華女子描いただけなんですかね。いや、めちゃくちゃ可愛くてちょっと最高でしたね。やっぱ中華女子には肉まんですよね。なんで中華女子ってスニーカーに合うんでしょうね。ちょっと困った感じの表情に、あとやっぱりね、この中華女子のお団子ヘアが似合うのは小顔なんですよね。そして、キロハルさんですね。この方のイラストもとても素敵でした。安定した絵柄してるんですよね。なんか、この人スランプとかなさそうですね。絵柄が迷子にならない絵師。そして、アルさん、神経師参加ありがとうございます。この左のね、お正月の多分イラストだと思うんですけども、この絵の雰囲気がとても好きです。この加工でちょっと暗くする感じの雰囲気の出し方が好きですね。本来お正月ってもっと明るくすると思うんですけど、あえてこの世界観はめちゃくちゃ好きです。あと、こう、いかにもちょっと個性的な性格をしてるんじゃないかっていうのを感じ取れる感じがもうなんとも言えないですね。そして、薬師寺丸さんという方今日初めて見つけたんですけど、この方ぜひおすすめしたいです。特にこの左のね、このミクちゃんのイラストを見たときに、このイラストは素敵でしたね。うん、やや見下ろす感じの表情、それからポーズ、それからスタイル、締めくくるにもってこい。右の子は VTuber で、どっちが時系列先かわからないんですけども、正面よりもね、こっちのポーズを変えた正面じゃ若干ちょっと下からの方が色気が出るってすごいですね。はい、というわけでこんな感じで新たな神経師発掘久しぶりにやってみましたけども、やはりね、新たな戦力に遭遇すると楽しいですね。これでもね、もう1500件ぐらいリプが来てて、その中のほんの一部なんで、もう全然もっと採用したいのいっぱいあったんですけども、動画の関係でこれでもね、もう4分になっちゃってるんで、そういう理由で選ばれてない人がたくさんまだまだいるので、諦めずにこれからも参加していただけると嬉しいです。では今日はこの辺で終わりたいと思います。いやー、僕も負けてらんないですね。よし、バイオハザードやろう。